今日も学校疲れた。よいしょ。おー、めっちゃ落書きかか…え、けなそういううんこ。おお、誰これ書いたの。弟は神。絶対ケナ太郎じゃんこれ。おーい、ケナ太郎いる？あれ、ケナ太郎まだ帰ってないのかな、これ。待って、この声。え、待って待って待って、どこ？あ、トイレかな。ケナ太郎死ぬ？トイレ？トイレよね、トイレにいるよね、これ。ここにいるよね。いるいるいる。開けていい？開けていい？え、ダメ？あ、入ってるの？これも死ぬかもしれない。どうしたの？大丈夫？本当にやばい、マジでお腹痛い。爆発した、お腹が。お腹が爆発するの？やばいやばいやばい。どうしようどうしようどうしよう。ドア開けるよ、もう。ちょっと待って、そんなやばいの嫌なんだけど。おいしいがすごい、本当にやばい。ああ、もうダメだ。ちょっとちょっと、ケナ太郎。おい、ケナ太郎、あれやばい。どうしよう、ケナ太郎。まさかトイレの中で気絶した、これ。まずいまずいまずい。ん、ピンポン鳴った。え、誰だ。はーい。あ、はい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 。おーい。おー、あ、ケナソヤくん。リーちゃん、どうしたの急に。ケナソヤくん、あの、ちょっと突然なんだけど、急いでて。くっそ、なに、なにこの匂い。いやいや、ちょっとごめんごめんごめん。ケナ太郎がなんかお腹痛いらしくて。お、俺の匂いじゃないよ。ケナ太郎くんいないのにこんな玄関まで匂ってきてるの。そう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 、ごめんごめん、ケナ太郎のうんこのせいで、本当に。いや、そんなことより、今ちょっとそのケナ太郎くんがまずいことになってるみたいで。え、どういうこと？さっき学校から帰ってきたら、ポストにこんな手紙が入ってたの。手紙？はいはいはい。え、ちょっと読んでいい？犯行予告書、ケナソユ&リー。俺の名前は悪の秘密結社、ヤミーズの団長、団長だ。この手紙を読んでる今頃は、君たちの大切な仲間のケナ太郎くんは腹痛で気絶してる頃だろうな。なぜなら、私がケナ太郎くんの体内に爆弾を埋め込んだからだ。ちなみにその爆弾は今日の夜8時に爆発するように設定されている。もし爆発したら、ケナ太郎くんの命はもちろん、ケナ太郎くんの家ごと爆発しちゃうよ。そこで私から提案なのだが、私と勝負をしないかい。ケナ太郎くんにはとある薬を飲ませて、とんでもなく巨大化させている。君たちはケナ太郎くんの体内に潜入し、爆弾を取り除くのだ。俺たちヤミーズとケナソユくんたち、どっちが勝つか楽しみだな。やーみや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 み。待って、マジかよ、ケナ太郎の体に爆弾。しかもなんかこれ夜8時爆発ってことは、あと2時間しかないじゃん。リーちゃん、早く助けに行かないと。一旦落ち着いて。リーちゃん、リーちゃん落ち着いて。すすはぁすすおー、よかった、落ち着いた。とりあえずさ、ちょっとケナ太郎多分あのトイレに行くからさ、早く助けに行こう。ケナ太郎、もうドア開けるよ。よいしょ。あれ、いない。あれ、この奥かな、多分。ケナ太郎、ケナ太郎くん、声しないね。じゃあリーちゃん開けるよ。うん、開けて。なんかでっかくなってるらしいからね、ケナ太郎。よいしょ、どうしよう。これ、ケナ太郎、これケナ太郎で合ってるの。よいしょよいしょ。うわあ、ケナ太郎だ、でっか。ケナ太郎、わかる俺。でかくなったね。ケナ太郎くん、ちょっとでかすぎない？でーか、さっきの手紙聞いてたよ。早くさ、俺の体に入って助けて、俺のこと。でも、いや、入るって言ってもこれどこ？鼻？鼻の穴から入ればいいの？ってか鼻の穴ないし、ケナ太郎。おい、なんでだよ、こういう時にふざけるやつ、マジでムカつくんだけど。いや、ごめん、死ぬから。ごめんごめん、ふざけてないで、どうすればいいの？いや、そんなん決まってるじゃん。俺の左耳がドアになってるでしょ。そのドアを開けてから体内に入るの。いや、わからんて。普通耳にドアはないから。早くドア行って、左耳の。
リーちゃん、こっちになんかあるらしいよ、入れる場所が。あ、あれかな、あれかな、ドア。あ、ほんとだ。キュナ太郎、じゃあ左耳から入るよ。開けて、早い、痛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 い、これ。キュナ太郎ちゃん、もっと優しくしてあげないと、こういうのは。じゃあリーちゃん入ってあげて。もう入れ入れ入れ、よいしょ。よし、入ったぞ。耳閉じてあげて。これはケナ太郎の中、なんか頭の中すっからかんや。中身なんも詰まってないよ。でも天井もケナ太郎くんの顔だし、床もケナ太郎くんの顔だし、もう自分のことばっかりじゃん。どうなってんだろうね。これとりあえずじゃあここ頭ってことは、ここ開けたら喉かな、これ。これ喉なの？喉。こんな喉してんの？なんかアスレチックみたいになってるけど、クリアできるかな？これどうやってクリアするの？これ絶対落ちたら焼け死んじゃうじゃん。焼け死んじゃうね、これ。あ、わかったわかった、そういうことか。みーちゃん任せて。これ多分壁ジャンプでこうやって死ぬわ、死んじゃうわ。あー、ごめん、りーちゃん復活してきた。あー、よかった。これね、多分こういってこういって、でなんかこういってこういって、なんかこういってこういってみたいな感じでやると思うんやけどね。よし、リーちゃん次行ってみて。ちょっと俺には無理だこれ。よし、ちょっと行ってみるね。行くよ、うん、一発でクリアするから。一発でクリアしてくれ。ほっほっほっ。あ、すんぱーでもどー。お兄ちゃん、ケナ太郎これクリアできないよ。ちょっとお兄ちゃん、ちょっとさ、あ、マジで水飲んでほしいんだけど。流されないでね。わかったわかった、いただきます。どっからこれ来るんだ。おお、水水すごい、めっちゃ飲んでる。お、リーちゃんこれいけるんじゃない、これで。これならいけるかもしんない。うわ、ま、でもこれ待って、いけるかなこの距離。もっと飲んでいただきます。はい、ガッガッガッ、やばい、飲みすぎた。おー、すごい。ちょっと待って、でも届かない、無理でーし。よし、リーちゃん、ここまで来たらいけるよ。この横に一回こうジャンプして捕まって、うん、ほら、飛べばいける。あ、すごい。横に一回捕まるんだ、ジャンプで。あ、そう。あ、来た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 。よし、やっとクリアできた。よかった。よし、喉はクリアできたけど、これ次なんだこれ。次はイカな、これ。なんかいろんなもん、なんかケーキとかあるよ、奥。やだろ、最近ケーキ食べた？昨日の夜ご飯がケーキとクマロスと、おー、あるね、ツナと、これもサボテン。どんなもん食べてる、どこだ。あ、これか、見づらいな、これ。こうか、よし、こう来て、こう来て、これいけるかな。とりあえず行ってみるね、リーちゃん。俺、痛い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 。あ、乗れる乗れる、ダメージ食らうけど、これ乗れるよ、兄ちゃん。痛くないの？いや、めっちゃ痛い。ちなみにだって死ぬもん。あー、あ、なんか登れた、なんかサボテンの上登れた。あ、サボテンの上登れた、兄ちゃん。これすごい、サボテンの上登れば簡単だよ。本当に？うん。あ、そう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 、あ、そのまま登って、死ぬの？兄ちゃん待って、動かなくなった。あ、なんで、なんで、あー、リーちゃん、リーちゃん大丈夫か。よいしょ、ギリここまで来れた。てか待って、これここん、あ、あ、なんかケナ太郎の中、胃の中、や、破ればごめん、ケナ太郎、なんかケナ太郎の体の部分破っちゃった。あ、リーちゃん、雲の上、なんかすごい胃がかゆい。ごめんごめん、こっから来た方がいいよ、リーちゃん。来れる？うん、来るかな。オッケー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 。ケナ太郎にはごめんけど、胃の中破って、ほっ、よし、いけたいけた。よし、リーちゃん来れる、こっち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 、いいよ。オッケーオッケーオッケー。で、これはなんだ、これ、これを押してる間にあそこにジャンプできるってこと？どういうこと？無理じゃん。あ、あ、あ、でも待って、あ、いけるいけるいける、ちょっと、おー、すごい。普通にこれケナ太郎の胃酸ダメージ食らうけど、泳いでいけるよこれ。痛い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 、臭い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 、ケナ太郎臭っ。大丈夫大丈夫、よし、オッケー。あー、よかった。で、今胃が終わったから次なんだろう。よいしょ、なにこれ
か腸かなこれ、なんかうんこみたいな。まあいいや、これ行ってみよう。なんか大腸がこれ。大腸なのかこれ。お兄ちゃんたちまさか大腸にいるの？今大腸にいるよ多分。なんかめっちゃ臭い。おー、いけたいけたいけた、やっといけた。そしてほよし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 、りーちゃん来れる、ここ頑張る。おお、うまい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 。こっちこっちこっち、落ち着いて落ち着いて。よいしょ、りーちゃん、りーちゃん、りーちゃん、これ何これ、なんかリズム天国みたいなやつ。ほっ、おー、いけたいけたいけた、よし最後かな、ここむずいんだけど、めっちゃ早くて。何これ、なんかここって大腸だよね。なんでこんなピクピクなってんのこれ。茶色のってうんちじゃないの？うんちじゃないでしょこれ。リズミカルなうんちかと思ってたんだけど。何それ、聞いたことないんだけど、動くうんちなんて。いくよほい。いや、いけたかこれ。ちょっとダメージ食らっちゃったけど。いけいけいけ、あ、水ある水。よし、クリアできた。あ、こっち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 、水あるからこっち。ゴリ押しで。いけるから。あー、よかった。やったー。はい、お肉お肉。ありがとう。よし、体力回復できた、リエちゃん。あー、できたけど、この肉って何の肉？まさかケナタロウくんの肉とかじゃないよね。いや、わかんない。そこら辺で拾ってきたから。あー、食べちゃったよ。よし、でももうこれさ、大腸まで来たってことはもうだいぶ下の方だよね。もうあと出るだけのような気がする。とりあえずじゃあここ開けてみる。なんかケナ太郎のお尻の穴だったりしないかなここ。え、やだな、さすがに。まあ、とりあえず行ってみよう。よし、ほっ、お、誰かいる。ん、なんだここ。よひょ、お、お前たち、こいつ絶対ヤケザカカまでたどり着いたな。これあれじゃん、絶対手紙のあの団長ってやつやん。あー、これが団長。団長じゃない、団長。いや、わかんない、どうでもいいだろ。ちゃんと言って、団長。団長、団長無理でーし。じゃなくて、あのケナ太郎の爆弾解除してくれよ。爆弾、あの後ろに見えるやつのことか。あの、俺の後ろに見えるボタンが体内のダイナマイトを止めるスイッチだ。あのボタンを押せばケナ太郎は助かるぜ。このボタンを押さなかったら、あと15分後にはケナ太郎は大爆発だ。さあ、レバーを押すんだな。もちろん俺を倒したらの話だけどね。やばい、戦いが始まった。おら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 、やばい、俺武器何も持ってないよ。やばい、俺汗っかきだから金属バットがぬるぬるして落ちちゃう。あれあれ、あれ、あ、金属バットが落ちちゃった。もらったもらった。おい、おい、俺のバットだぞ。カキーン、うわー、怖いよ、ほら。うわー、あれ、おい、お前すごいぞ。うわー、 あーよし、やった、団長倒した。なんか知らんけど団長倒したぞ。よし、リーちゃん急ごう、もう時間ないよ。あのボタン押して、あのボタン、これだよね。うん、これで治ったのかな。え、ちょっと待って、なんか揺れ始めたよ。なにこれ、もしかしたら体が元のサイズに戻ってってるのかもしんない。マジで、ここから出ないとケナ太郎くんの体内に閉じ込められちゃうよ。ちょっと、ここからそこに早く出よう。絶対これお尻の穴じゃん。え、もう仕方ないよ。やばいやばい、逃げろ逃げろ、出るしかない、しょうがない。ほーおー、データデータデータ、元大統領です。なんとか戻ってくれた。うわー、よかった。てか待って、リーちゃん、それ何持ってるの手に。え、あー、これ。いや、せっかくケナ太郎くんの体の中に入れたから、いくつかお土産でちょっと持ち帰ってきたんだよね。絶対それケナ太郎のなんか内臓でしょ。大丈夫、それめっちゃ種類あるけど。いや、大丈夫でしょ。あれだけ体大きかったんだから、こんなちょこっと持ってきたくらいじゃなんともないよ。ならいいけど、てかさ、ケナ太郎どこ行ったんだろう。あれ、まさか元に戻らなかったのかな。ケナ太郎、おーい、トイレいるんかな、またケナ太郎。はい、トイレいるよ、今。みんな助けてくれてありがとね。あ、いるいるいる。あー、よかったよ、ケナ太郎くん。臭い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 
トイレ行きたいけどそこ通りたくないんだけど、ま、あ、よし大丈夫そう。よしトイレ一個。う、え、汚なんかと、りーちゃんトイレなんかうんちまみれなんだけど。うっ、くさ。ごめん、お腹痛いのはさ治んなくてトイレ中に漏らしちゃった。だとしてもこんな汚すなよ、自分で掃除してくれよこれ。おいおい、待て、逃げるな逃げるな。おい、責任持って掃除しろ、ケンタロウ。やーら、おじいちゃんが掃除して汚いの、やーらー。じゃあ、彼女のリーちゃん、責任持って掃除してください。嫌だよ、嫌だよ、なんでそんなところまで私がケンタロウくんのケツ拭わないといけない。お前らふざけんなよ、ほらー。うんこ、おお、うんこ落とす、うんこ落とすな、お前ら、うんこ、めっちゃうんこ漏らしてるじゃん、ケナ太郎。